ジョインビレは、ブラジル、サンタカタリーナ州最大の都市。人口はおよそ50万人。大多数を、ドイツ系ブラジル人が占める。面積は1180平方キロメートル。ジョインビレの地域の最初の住民は、グアラニー族だった。1851年3月9日、ドイツ系移民とスイス系移民によって、ジョインビレ州が創設された。ドイツ系ブラジル人の町とみなされているが、 死の名前はフランス語のジョアンビルに由来する。町の名前は、以前は、ブラジル王女フランシスカにちなんで、ドーナ・フランシスカ氏と呼ばれていた。彼女は1843年に、フランス王、ルイ・フィリップの三男ジョアンビル公、フランソワドルレアンと結婚したために、1851年に、氏名もポルトガル語読みのジョインビレに変更されたのである。 ジョアン・ビル・コー夫妻がこの土地にやってきたことはなかったが、ジョイン・ビレの土地の一部は、フランス王家とブラジル皇家の結婚祝いとなり、1870年頃には、夫妻の名前を冠した王宮が建てられた。1851年、ジョアン・ビル・コーフランソワは、自身の財政逼迫のため、南ブラジルに持つ、自身の土地の大半を、ドイツ人出生官、マティアス・シュローダーへ売り渡してしまった。シュローダーは、 ハンブルク移民協会の一員で、この地域へのヨーロッパからの数千の移民を奨励することとなった。1851年、最初の移民として118人のドイツ系とスイス系移民、同じ年に74人のノルウェー系移民が到着した。1900年代までに移民協会はその役割を終え、およそ3万人のドイツ系移民がジョインビレに入職した。 ジョインビレにある典型的なドイツ移民の家ジョインビレ。経済は生産活動と商業が基盤となっている。ダタスルのようなソフトウェア大企業がある。他に電気製品、自動車部品、織物などを生産する。市内には修繕された空港があり、南部ブラジル各都市に便がある。開港は約40キロ離れたサンフランシスコドスルである。 鉄道網も整備されており、サンフランシスコドスルエとつながっている。市はブラジルでも生活レベルが高水準の都市の一つである。産業生産は南ブラジルで3番目の規模である。1位はポルトアレグレ、2位はクリチバである。ジョインビレは南ブラジルで4番目に人口の多い市である。2000年代の終わりには第3位のロンドリーナを抜くと見られている。 ダンスフェスティバルに出演するボリショイバレー学校の生徒ジョインビレの文化は移民の出身地であったドイツの色彩が強いもので建造物や郷土料理、パーティー、地元住民の暮らしぶりなどにドイツ文化の影響が見て取れる。彼らはブラジルで仕事中毒として知られている。世界有数のダンスフェスティバル。 ジョインビレダンスフェスティバルの開催地であり、毎年7月の1ヶ月間開催される。ジョインビレは、ロシアのボリショイバレー団付属学校が、モスクワ以外の場所にある、唯一の地でもある、19世紀半ばに建てられた王宮は現在、ドイツ移民博物館となっており、当時の家具と衣服が保存されている。ありがとうございます。